空軍参謀総長当時の提携と提携とは、韓国空軍の召喚。職種は飛行。日本の航空自衛隊幹部学校に留学の経験がある。第35代空軍参謀総長を経て、2017年8月20日より、第40代合同参謀議長に就任し、韓国軍最高位の軍人となった。海軍出身の総長竹国防長官とともに、 韓国軍創設以来初めて非陸軍出身者が制服組トップ国防省の二大洋職をすべて占めた。2018年8月の内閣改造にて総長武の公認となる国防長官に指名された。国会の人事聴聞会を経て同年9月21日第46代国防部長官に就任した。2017年10月29日日本統合幕僚長。 河野勝都市会長、米統合参謀本部議長、ジョセフ・ダンフォード海兵大将、米太平洋軍司令官、ハリー・ビー・ハリス海軍大将とともに2018年に発生した韓国海軍レーダー消費者問題を受けて、韓国国防部は日本側から低空飛行による威嚇を4回受けた主張。これに沿って2019年1月26日、提携とは、 釜山海軍作戦司令部を訪問した際に威嚇飛行を取り上げた上で日本は威嚇を認めるどころか韓国海軍によるレーダー照射を主張し韓国側に謝罪を求めている。これは友好国に対する非常識な言動だと非難した。2019年8月19日日韓関係が悪化する中に来館したマーク・エスパーアメリカが衆国国防長官と会談。 エスパーは来館する前に日韓秘密軍事情報保護協定の継続の重要性、必要性についてコメントしていたが、提携とは会談の冒頭から日本政府による韓国向け輸出管理の厳格化措置について批判し意見を合わせることはなかった。同年8月22日、韓国政府は日韓秘密軍事情報保護協定の破棄を発表した。 2019年9月5日、韓国国会予算決算特別委員会全体会議の中で、日韓秘密軍事情報包括保護協定に触れ、リアルタイムの軍事的公用価値はないと評価した。2019年11月17日、訪問先のバンコクで、河野太郎防衛大臣と日韓秘密軍事情報包括保護協定に関する会談を行ったが、平行線をたどった。 会談後の記者会見では、日本の輸出規制措置で安全保障上の信頼が損なわれたので、協定終了を決めるほかなかったと語っている。ありがとうございます。